割と8月31日なんですけども、どっちかっていうと、まあ、あの、この雑談動画の中で誰かについて話すときっていうのは、まあ、あの、やっぱり在学生とか卒業生について話をするっていうのはちょっといかがなものかと思うんで、まあ、あの、教員であったりとかね、職員の皆さんだったりについてお話しすることが多いかなと思うんですよね。で、まあ、基本的には、まあ、まあ、個人情報うんがありますので、あんまりこう個人が特定できるようなことは言わないつもりなんですけれども、今日はちょっと、 学外のある人についてね、ちょっとお話したいと思うんですけども、うーん、これはだから、まあ、おそらく僕の推測ですよ。あのー、今この雑談動画をご覧になっている皆さんの中で、 これが誰のことか分かる人ってのは多分ほぼいないんじゃないかと思います。本人を除けばほぼいないんじゃないかと思います、ね。で、本人はこれを見てないんじゃないかと思うんですけどね。まあとにかく学外の人で、でもっと言うと、えっ、ー、と、まあ、僕があのー、2019年度、ん ?2019 年度か。2019年度くらいまで、えー、授業をやっていたあるフランス語学校の元職員さんなんですよ。 で、まあ、その、うん、まあ、そのフランス学校の授業っていうのは、まあ、今、大学がね、こういうコロナ禍で、普段とは全く違う状況なので、まあ、大学の仕事、まあ、その会議であったりとかね、まあ、それこそマニュアルみたいなのを作るとかもありましたけれども、そういった、そういった、まあ、公務がいっぱいあるので、まあ、 それは当然僕は大学の人間なので、そちらを優先しないといけないですよね。なので、こう、2020年の頭かなぐらいからそちらのフランス語の学校に行けてないんですけれども、まあ授業できなくなってるんですけどもね。だそれはそれで申し訳ないんですけれども、で、その学校で何年か前まで働いていた職員さんなんですよ。うん、まあ女性の方なんですよ。〇〇さんっていう、僕はた下の名前でお呼びしてましたけれども。で、その方がですね、まあ働いてたんですけど、ある時、 まあ、フランスに行くと言い出して、で、フランスに行って、特に、なんていうのかな、何か仕事があるわけでもなく、フランスに一人でポッて行ったんですよ。で、それで行くっていうんで、まあ、そのフランス音楽を辞めたんですよね。で、結構その人とよくお話ししていたので、あの、どうしてるかなと思って、まあ、ちょっと、あの、メールアドレスは知っていたんですけれども、なんか SNS とかやってないかなと思って、検索かけたりしたんですけども、まあ、わかんなくて、 で、まあちょっと、あなんか、連絡取れないなと思って、まあメール書けばいいんだけどさ、連絡取れないなと思って、おい、まあ、いたら、まあ3年ぐらい経ったのかな。で、この間、あの、例の本が、ハシビルコの本が出まして、ハシビルコの本じゃないんだけど、まぁハシビルコの本が出まして、で、それについて、まあいろんなところでこう、なんていうか、SNS とかで、ね、宣伝していただいたりして、 で、あのー、うちの学科の、学科というか、大学、学科と大学院の非公式のツイッターのアカウントがあるんですけれども、まあだからそれはあの、えー、大学院の OB の人、OBOG の人がね、あの、運営してくれてるものなんですけれども、そういったところも含めてね、宣伝してくれてるんですけれども、で、そこに、ある時、あのー、ある人がコメントを書いたんですよ。で、それは、その、ある SNS で、僕の本について、 まああの、まあ田中らしいですよね、みたいなことを書いてくれた人がいて、で、そこにそのいちご牛乳の、まあ絵とかも確か載ってたんですよ。で、そのフランスに行った〇〇さんは僕がいちご牛乳好きだっていうことを知っていて、っていうのは、その学校の僕自身の、今載ってないけど、僕自身の、えっ、ー、と、先生紹介のページに載っている顔写真の、 背景この辺にね、いちご牛乳が見切れてるんですよ。これもまた例によって僕自撮りしたんですけれども、自分で撮ったんだけども、その、これぐらいの顔写真のこの辺に、いちご、この辺にいちご牛乳のパックが見切れてるみたいなのがあって、で、それにこの、まるまるさん気づいたんだよね。で、気づいたか、もしくは僕が言ったの忘れたけど、で、とにかくその僕がいちご牛乳好きだっていうことを知っていて、で、そのあるところの SNS を見て、わ、いちご牛乳じゃ懐かしいって、 っててていいいうコメントがが書かれているのに僕が気づいてそのコメントは誰だろうと思ってそのコメントのその書き込み者みたいなところのところに確かクリックかなんかしたんだよねそのユーザー名かなんかアカウント名かなんか見ようと思ってでそしたらばまあ、ある名前が出てきてでそこにそのホームページへのリンクが書いてあってそのリンク行ってみてでそしたらそこにですねまあ多分あのまるさんのことだろう っていうことが分かるような説明文が書いてあったりしたので、まあ、確信したんですよね。で、そうこうしてるうちに、そのまるさんの方から、ある SNS の、まあ、なんていうんですかね、お友達申請みたいなものをやってきて、で、まあ、こうやって SNS 上つながることができたんですけれども、やっぱこの時代だからっていうのもあります、ありますけれども、SNS ってやっぱり使い方によってはすごくこう、有意義な、 使いい方あるよよねねっていう話なんですよ、ね、これ前にも一回しましたけれどもやっぱだからこう昔であればその電話であったりとか,なんか手紙みたいの書かないと相手の様子がわからないみたいなことあったわけですけれどもねなんなら SNS でそれなりにこうつぶやいたり何か自分の情報を発信してる人であればねまあほにこう何て言うかリアルの世界で会うと リアルの世界で会っていなかったと思えないですねみたいな話をよく,よく言うこともあるんですけどね。あの、久しぶり、あ会うのは久しぶりなのに、久しぶりって感じが全然しないよねみたいなこともあるあの、経験ある人いると思うんですけれども。いや、でも、なんかそうやって、そうやってこう、バーチャルな世界であっても、ネットっていう、こう、目に見えない世界を通してであっても、 誰かとつながってるっていうのはね、すごくこう、心の支えみたいな部分もあるんじゃないかな。こう、癒されてリラックスできるとかね、その何かを忘れることができるようなね、ものなんだりするんじゃないかと思うんでね。だから、もちろんその、ちゃんとご飯を食べるとかさ、適、ま、宜、あ、運動するとかさ、寝るとか、まあ今週寝てますけれども、寝るみたいなことも大事だけれども、そういう何か、こう、気兼ねなく話せる人とつながっているっていう、気をあの、 感覚っていうのかなもう大事じゃないかなと思ったんで、まあ、使い方によりますよね。SNS でいろんな情報溢れてますから、まあ、自分に合わないなっていう情報はシャットアウトした方がいいと思いますけれども、それでもね、まあ、うまく活用できたら、皆さんの生活もねあの、精神的にもね、あの、いい方向に向かうんじゃないかなと思います。本じゃまた。